あなたの心を必ず守ります。突然この作品から鈍い光が放たれて、かと思うとじりじりと本から文字が消えていっていませんでしたか。文学作品が侵食者によって消されようとしていると、それを守るために私たちは転生したのです。って何やってんだ。早くこの作品を浄化しないとだろう。分かってるよ。ただほんの束の間だけここで深呼吸してみたかったんだ。たく夏目先生はよく私なんてと謙遜なさる。そんなに才能あふれてるっていうのに、もっとどっしりと構えててくださいよ。先生の人生観や作品は後の人たちにも大きな影響を与えてるんですから。いえいえ、そんな私なんて。ほらまたそうやって。あんたならこの侵食者どう対処する。なかなかの難題ですね。この相手かなり手強いですから。こいつらの手強さのトリックは何なんだ。作品がもともと持つエゴの強さでしょうね。それを侵食者が力にしている気がします。じゃあいわばあの侵食者はエゴの塊ってわけか。そうなりますね。お待ちしてましたよ。漱石先生。何？何を？一人で抱える必要はない。僕らはどうした？どうし？誰かが脚光を浴びれば、誰かが影になる。どうしなんて。江戸から現れた。そしてその隣が私の下僕、私のラブクラフト、モーザス、スカレー、シマス。文学は芸術なんです。読者に媚びを売る。あなた方の大衆小説とは全く別物です。久米君。お前たちの国では文学をとかく分類したがるようだ。だがどんなジャンルだろうが読者を楽しませられるかどうか、そこが最も尊い基準であろう。読者もいない作品などは芸術とは言わん。ただの自己満足。ああ気にするな。って言っても芥川のことだから気にするんだろうけど、どうしてもやり場に困ったら俺に相談してくれても構わないぞ。なんで笑ったんだよ。再生は相変わらず。気を使いすぎるなって。本当に心配してやってんだ。すまないね。再生にまで変な気を使わせて。What contents of this view? やっぱり私の英語なんて通じない。このツボ、確かなこと、理由、不可能です。通じた。英語学の感情とは実にお前たちの国の文学らしいな。日本特有、繊細、自分の欲望に素直であることに、なぜ罪悪を感じ、自分の作品が認められた喜び、それ以上に感じた久米の罪悪感。裏切ったつもりなんてないけれど、久米のあの視線、やっかみ、恨み、戦後、それは周りから受けるけど、才能で飯を食うってそういうもんだろ。認められたのに勝手に自分から脱線する方が卑怯だ。選ばれた人間は選ばれただけの責務を、最後はどうしよう。そもそも一個人が生み落としたものを万人が理解できるわけがない。通じるものとだけ深く通じ合う、それが純文学というものなんだ。汗について詳しくは存じませんが、作品には圧倒的な負が溢れ出しているのを感じます。まるで最初から侵食されていたかのように。青春時代の久米の魂もあの作品には詰まってますからね。とにかく選手しよう。そうだね。乱歩や海外の文豪は来なくていいからな。もう一度だ。本の中に戦勝できない。思えば学生時代芥川君をはじめ
純粋な魂たちの集まりだった。みんな自分の作品を持ち寄って刷新し発行する。ただ思いつくままに自分たちの魂を作品に落とし込む。それこそが文学だ。それこそが芸術なんだ。ただその理想だけを追求すればよかったのに、どこでボタンをかけ違えたんだろうな。うわ、こじ開けなければそれこそ何もかもが大丈夫じゃなくなるからね。だな、この教本は国を守るためだ。師匠にも無許可の行動、いい教え子を持ったものだな。面目ありません。この作品ごと僕を消してくれないか。僕が全てを終わらせる。